か俺たち知り合って間もないですよね。それがなんだ、恋に時間など関係ない。さあ俺と共に行こうではないか。行くってどこへ。 BL スキップ。俺は今困惑している。俺はケント、前世は平凡な会社員だったが、今はロマンスファンタジー小説の世界の中、いわゆる転生者というやつだ。今世の俺は主人公の取り巻きの一人、地味な肩書きで気楽に平穏に暮らそうと思っていたのだが。結婚してくれケント。なぜだか知らないが、ラスボスの男レーモンド卿に求婚されている。いや俺たち知り合って間もないですよね。それがなんだ、恋に時間など関係ない。いや関係あるでしょう。レーモンド卿はこの物語のラスボス、つまり主人公シルバーの敵だ。そんな相手に好かれたら俺の平穏な毎日が。気持ちは嬉しいんですけど、お断りします。待てケント。面白いやつめだが、この俺がやすやすと逃がすと思うか。ここまで来ればさすがに追ってこないだろケント。見つけたぞ。うわそう大きな声を出すな。さあ俺と共に行こうではないか。行くってどこへ。俺とお前の愛の巣に決まっている。助けてそんなこんなでレーモンドとの強制同棲生活が始まってしまった。俺の平穏な生活はどこへ。ケント、花束も流行りの服も興味がないのか。どうすればお前を喜ばせることができる。じゃあ家に返してくださいよ。それはできぬ。なんで。なぜかだと。この俺がお前を欲しているからだ。安心しろ、お前も俺を求めるようにしつけてやるさ。こいつはこんな殺し文句を昼夜問わず浴びせてくるのだが、俺の決意が揺らぐことはない。誰がラスボスの男なんか好きになるか。隙を見ていつか逃げてやると思っていたら、軟禁生活って暇だな。魔法のかかったこの敷地からは出られないし、ん？どこから猫が。で、お前怪我してんのか。できた。おっと、暴れたら包帯取れちゃうぞ。それよりここの城主様には見つからないようにしないと。レーモンドは原作の話だとかなりの冷血感だ。野良猫なんか見たらどうなるか。俺がどうした。うわ勝手にこのような獣を部屋に入れおって。カス。え、嫌だ。何でもするからこの子の命だけは。バカ者、素人手当では治るものも治らん。城付きの医者に見せる。え、ありがとうございます。あれ、意外といいやつじゃん。レーモンドとの生活は続き。ケント、今日はお前が来て1ヶ月の記念日だ。今夜の晩餐は全てお前の好物だぞ。うわぁ、美味しそう。いただきます。心ゆくまで食べるがよい。あんな風に笑うこともあるんだ。考えてみればレーモンドは俺に無理やり迫るようなことはしない。それどころか俺が不自由なく暮らせるよういつも気にかけて。
もしかしたら俺の知っている悪役のレイモンドとは少し違うのかもしれない。あのレイモンドなら俺はレイモンド様に知らせろ。急げ、侵入者だ。お、廊下が騒がしいな。ケント、ここにいたか。レイモンド、何かあったのか。シルバーの一団が城に。え、シルバーはこの物語の主人公である騎士、悪役のレイモンド卿を成敗するという筋書き。まさか今日がその日だというのか。お前はここに隠れている。え、でもレイモンドは。案ずるな、必ず戻る、約束する。これからレイモンドはシルバーに成敗されるんだ。そうすれば俺も自由に。でもレイモンドの本当の姿を知った今はもう過ごすことなどできない。シルバー、待ってくれ。戦うのをやめてくれ。その人は。だから何度も言ってるだろう。ケントは僕のものだ。いい加減返してもらおう。少子、あの者は俺の伴侶となるのだ。貴様の出る幕ではないわ。卑怯者を無理やり自分の根城に連れ込んで。口だけ男が、愛は行動で示すものだ。相手を思いやってこその愛だろう。あれ、なんか違う方向に争ってる。なんだと。ケント、僕と一緒になろう。絶対幸せにする。耳を貸すな、ケント。お前は俺と共に生きるのだ。なんでこんなことに。僕の元へおいで、ケント。逃しはしないぞ、ケント。俺はただ平穏に生きたいだけなのに。BL スキップ。BL スキップ。BL スキップは胸キュンだけを集めたボーンムービーのボーイズラブレーベルです。胸キュンしたら高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。公式 SNS のほか、ファンサイトやピクシブファンボックスも運営しております。これからも胸キュン BL 動画を配信していけるよう応援お願いします。